邪魔するぞ、エドガー。これはこれは、麗しき海のヴィーナスよ。その虫図が走る挨拶やめてくれないか。ああ、すまない。溢れ出る美しさについ。ああ、もういい。ところで、例のマシンのことは分かったの？まあまあ、勇ましいのも悪くないが、美女が危険に首を突っ込むのはいただけないな。あいつには船と仲間を傷つけられたんだ。陸にさえ逃げなければ、俺が何とかするのに。やつはどうやら陸海空と神出鬼没で、しかも場所によっては変形して暴れるらしい。海の上だけでなく陸でも叩かないと倒せないぞ。ま、この砂漠に手を出したからには二度とファリスの海へは帰さないぞ。あとは俺たちに任せる。頼もしいな。自分の手で葬りされないのは残念だが、ここはエドガーに任せる。あ、その代わり俺が無事に帰ってきたら、その時は。じゃあ用件は済んだから、これで失礼する。万が一奴を逃がしたら、その時は俺が仇を取ってやるよ。ここは？今は砂漠の目と呼ばれている。もともとフィガロ城があった場所だ。この近辺やビッグブリッジでは他では見たこともないミラージュがごく稀に目撃されるんだ。見たこともない？ああ、古代図書館の記録にもどんな伝説にもないミラージュさ。そして一説ではこの場所は異世界と通じているなどと言われている。異世界と通じているとどうなるの？それはもしここから現れたのなら戻ってくると思ったが。ビビ、下がれ。うわ当たりだったな。まあまあの相手だったな。すごく強いミラージュだったよ。あんなすごいのがもっとここにやってくるの？どうだろうな。ま、俺は世界中の美女が頼ってくるなら、強敵が次々に現れるのは大歓迎だが。僕はちょっと怖いよ。ビビ、そんなことじゃ女の子にモテないぞ。しかしあのミラージュ、ただ暴れるだけが目的という感じではなかった。海に行ったのもおそらく様子見といったところか。まあ、今後どんな奴が来ようが、フィガロと世界中の美女は俺が守るけどな。